皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はボンドチャンネルでちょっと変わり種の車をご紹介させていただきたいと思います。ボンド東京内山店長がカスタマイズしたなんとアルファードっていう、はい、アルファードです。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと前回の 600LT からもう、はい、真逆の方向といっても過言でない、はい、何でもやります。ちょっとアルファードをご紹介させていただきたいと思います。はい、でこのアルファード多分他の一般的なこうミニバンカスタムとはまた違った方向の、方向のね、カスタムをちょっとボンド東京らしいカスタマイズがいろいろ施されてますので、はい、ちょっと端からちょっと見ていきたいと思います。でまず車がこれエグゼクティブラウンジ、エグゼクティブラウンジですね。アルファードの一番、はい、一番上のグレードというか、はいはい、でもう外観が大変なことになってますけれども、はい、これはラッピングでいいですか。ラッピングです。全部ナルドグレー、はい、あのイノゼテックのナルドグレーで、一番ツヤ感のあるフィルムですね。あ、なるほど、はい、ゲレンデとかでラッピングしたりとか、そうです、よくやってるやつですね、最近スーパーカーラッピングしてる、はいはい、そのフィルムで全部フルフルでラッピングしてるて、はい、フルフルでラッピングです。はい、でも多分アルファードでこのようにするっていう人は普通の感覚だと多分いないいないいないですよね、はい、けど東京店にかかるとこうなります。はいはい、とやっぱボンドっぽいアルファードっていうのが作りたいなと思って。なるほど、はい、で、まあ、普通だとメッキパーツなんか増やすところなんとやっぱり欧州車のカスタマイズにならって、はい、全部グロスブラックでこれはペイントをしてます。あ、なるほど、はい、この辺が全部多分もともとそうですねメッキだったんじゃないでしょうか。いや本当はこのボンネットのトリムももともとメッキなんですけど、あ、ここね、まあ、ここまあ流れで言ったらブラックアウトなんですけども、まあ、なんかちょっとこうボンネットを大きく見えた方がかっこいいかなと思って、ここはあえて同色でちょっとグリルを小さく見せて、そうですね、ボンネットを長く見せるっていう、はい、でこの辺もスモークペイントで、スモークのフィルムを貼ってます。なるほど、はい、ワントーンを通して、そうですね、あとはもうメッキパーツは基本的には全部グロスブラックで、あ、この辺なんかとかもう全部、はい、実はこのグリルの土台の部分も半ツヤブラックで塗ってたりとか、サテンでこっちは、はい、細かい、ベタ塗りしちゃうんじゃなくて塗り分けてこう立体感は、グロスとはやっぱこうマットを使い分けて、なるほど、はい、そんな小技を、そうもう前回りがもうこんなアルファード見たことない、見たことないそして横に回っていくと横も至る所がブラックアウト、はい、まずこのメッキだったこのウィンドモールとかは全部グロスブラックでラッピングをしてます。 あとはドアミラーのベースがもともとザラザラ の樹脂の素材なんですけれども、全部絞取りをしてグロスブラックで塗ってます。これペイントしてるんだ。そうですね、統一感が出るんで、そして高級感が、そう、はい、出てる、はい、なるほど。であとはこのドアハンドルとかもメッキだったのをグロスブラックで塗ってます。これはもうなんかこのグレーの面積がでかくて基本的にはもうだからグレーとグロスブラックのコンビネーション、あ、なるほど、ボディは全部、はい、2色でまとめよう、全部統一してると、はいはい、サイドスカートなんかも、そうですね、トリムの部分は、はい、グロスブラックで塗ってます。これは、はい、そしてホイールと中のブレーキが、そうですねこれ足元だけ見たらアルファードじゃないね。アルファードじゃない、これが1221の、AP3LXR5115 ね、3ピースでなおかつ削りが激しめの方、はい、そうです、このスポークのここに穴が開いてるやつですねこれはちょっとスーパーカーとかに履くやつだね。そう、そしてブレーキもすごいこと、はい、ブレーキがブレンボの、シックスポッツですね、はい、でキャリパーの色はもう悩みに悩んでナルドグレーで、色をあえて増やさない、はい、ボディカラー同色っていう、ここはやっぱりこう蛍光色とか、そうですね、行きがちなんですけど、赤とか青とか行き、まあ、行きがちだけどあえてそこは主張せず、なるほど、ボディ同色でまとめてみました。とんでもない味わい、でも車重考えるとこれぐらい あった方がいいと思います。しっかり走れるかもしれない。で、うち的にはもうちょっと車高は、そうですね、これからもうちょっと調整して落としたいかなって、はいはい、それはじゃ あの編集で落としてます、はい、編集で、はい画像加工でね。で、後ろは当然これ普通だったらミニバンだから前後通しになるところを、はい、なんと後ろはオフセットを変えてるのでディスクだけ後ろは少しコンケーブするようにして前後で変えてます、ミニバンのカスタムのこう定番が一つも頭に入ってない
で本当だったらこのサイドブレーキも後ろは電子サイドブレーキなので、なるほど、純正キャリパー外せないんですけれども、ブラケットを作って純正のキャリパーを反対側に持ってきて、さらにブレンボキャリパーを増設してます。なのでとんでもないこれこの純正キャリパーはもうサイドブレーキ用なので、普段のブレーキは機能してません。ブレーキもつながってないので、電子サイドだけ残して、そうです、油圧の方はこっちに切り替えちゃって、はい、切り替わっちゃってます。これちょっととてつもないね。とてつもないですね、はあ、そして後ろがちょっと後ろね、ときめいちゃった。ときめいた、ときめいた、まさかのエンブレムレスっていうこれは多分、ね、本当に一番こう定番カスタムに当てはまらないんじゃないかな、やっぱりこの仕様で。なんかこうアルファードのエグゼクティブラウンジとかちょっとなんかごちゃごちゃしちゃうから、もういっそいらないかなと。はい、なるほど。どっちかというとやっぱりこう主張したい、そう、主張したいところをまああえて取っちゃった方が、まあ左右対称にもなるんで、見た感じ、確かに、はい、確かに真ん中で分けて考えると左右対称の方がやっぱりかっこいいかなと思って。でこの辺もブラックアウト、ブラックアウトしてます。テールランプは、これはテールランプは何もやってないです。あ、触ってないんだ。はい、これすごいね、ちょっとこれやばいですよね。ちょっとボンド的カスタマイズがボンドっぽいアルファード、ミニバンに投入されるとこうなるっていう、はい、なるほど。で中もちょっと本当にエグゼクティブラウンジなのかどうかちょっと見たいと思いますでこれラッピングの中もすごいんだよね、はい、ドアの内側もやってるので、開けたらオールペンじゃん、元色が出てくるっていうことはないですね。オールペンだね、もうクオリティが、はい、オールペンレベル、すごい。あ、やっぱりこの豪華なシートで、でもちょっと頭がちょっとおかしいなと思ったのは、このスライドの内側も貼ってるっていうこれどう外してんの、これ外してる。へえ、いやもうこっち側のドア側貼ったのもすごいし、こっちのボディのパネル側全部貼ったのもすごい。でここ本当はドア閉めるとボディカラーがちょっと出るんですよ。ああなるほど。でもなんかナルドグレーでこう貼っちゃうと、こうなんかドア閉めてもナルドグレーがすごい出ちゃうから、なるほどなるほど、ここの部分だけサテンブラックで、違和感ないように、あ、ちょっとカバーがついてるみたいな。そうですそうです、だからここで色が変わってるんですよね。で下はナルドグレーで、だからドア閉めても黒だから全然なんかその違和感ない、ボディカラーが出てこない方がここはいいと思うんで。すごいねこれ、結構考えてやってるんですよ、確かにで車のキャラクター的にその内側も張ってないとやっぱりこう、そうですね、残念なところを見せちゃうと、はい、がっかりされちゃうから、やっぱり目指すは純正クオリティのカスタムっていうんですかね。これはすごいね、はあ、これやばいですよね。じゃあ今回のカスタマイズはその外観のフルラップ、ブラックアウト、ね、タイヤホイール、足元、はい、なるほど、そんなことをしてあるみたいです、はい、はい、というわけで今回はボンド東京でカスタマイズさせていただいたアルファードをご紹介させていただきました。車種関係なく、はい、OK ですか？ OK です、はい、ボンド的カスタマイズ、そうですね、どんな車種でもできると思いますので、ぜひぜひボンド東京内山にご相談くださいませ、はい、そしてボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。